ごきげんようっていうか、おはようございます。今日はめちゃくちゃ久しぶりに外での撮影です。ショッピングウィズミーということで、プラザでお買い物していきたいと思います。新作のコスメ今日のためにあんまり見てなくて、欲しいものとかちょっとチェックしてきたので、そちらを見ていきたいと思います。こういう買い物動画をね、撮影許可してくださったので、超久しぶりにシェアできると思うので楽しみにしています。中に入れさせてもらいました。いらっしゃいませ。商品はどちらに当たりますか？東京店なんだけど、国際フォーラムのとこにある。いつも行ってる店舗よりちょっと大人っぽいなと思った。マネージャーも同行中です。一緒に買い物しましょう。じゃあ入り口から見ていきたいと思います。押されてるコスメ、あ、これ欲しかった。気になってたやつ、マミナ袋ペンシル。ねえ、ちょっと気になってません？ピンク可愛いな、うん、ドリームハグ。太さがいい感じ。ねえ、ちょうどいいですよね、うん、あ、可愛いな。わかるかな？伝わってます？うわー、超悩む。ドリームハグ買ったことある。しかもなんか、保留さ、なんかいっぱい入ってる中で。1個目。マスク外させていただきました。OK だって。可愛い。てか、これ気になってたの。これ可愛い。うんうんうん、これなんかさ、色さ、これがこれ？あ、2色だけか、なんかすごい暗く見えた、こっちの方が。これ、これなんかさ、私ピンクの方が多分好きだと思うからピンクにしますね。私の大好きな、このずっとマットライトオークル使ってたんだけど、もっと明るいカラーが出たの。だからファンデなしとかでも全然いけちゃうぐらい。これ2個買いました。限定色なんて。アイシャドウかわいい。あ、眉毛だった。眉毛だった。え、眉毛でこれめっちゃ珍しくないですか？かわいい。かわいいね、眉毛ね。好き、こういうカラーね。売り切れてんだ。こっちの方がかわいいなと思ったんだよ。なるほどなるほど。どっち行こう？いっぱいあって迷っちゃう。でも私基本的に買うときそんなになんかこう目処つけずに、あ、うん、これ欲しかった。意外と青っぽく、あ、綺麗。でも透明感出ますね。うんうんうん、めっちゃ綺麗。これは買います。これずっと気になってたんで。うんうん、そうじゃない、うん、あ、そういうことね。エクセルね、マニキュアも可愛いんだよね。結構マニキュア好きで持ってます。ユーエラの帽子可愛くない？このなんかちょっと白っちゃけた黒、うん、なんかヴィンテージ感のあるやつ可愛いと思って、うんうん、可愛くない？え、この色可愛くない？あ、でもこういうファッションしないしな。可愛いんだけど。この下のパステルカラーも可愛い。可愛い。え、これ何ですか？ジャージ？スウェット？スウェット？可愛くない？可愛い。私一回会社行くときに、ジャージで行ったら怒られたことがあったんですよ。別にいいんだよ。なんか自分でオシャレジャージだと。え、グレーの帽子欲しい。グレーって意外とないのかな。なんか全然売ってなくて、グレーのニューエラの帽子。そう、あの、どこで売ってますかってめっちゃ言われる。私のアームカバーです。これめっちゃおすすめ。この5本指タイプのアームカバーめっちゃおすすめで、全然涼しいし、うん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 、良いんですよね。え、プロの靴下売ってんの？可愛いんだけど。え、可愛いんだけど。可愛い、可愛い、買う。可愛い。え、可愛い、可愛い。足でラルフローレン大好きなの、うんうん、超可愛い。これを買うけど、サイズ大丈夫かな。23か25、ちょっと大きいけど、ね、めっちゃ可愛い。これ買います。可愛い、ゲット。まさかこんな可愛いのが売ってるなんて。すごいね、プロが売ってるなんて、うん、可愛い。サブリーヌのマスクもめっちゃいい、うんうん、なんか私の兄が超好きで、すっごいいいって言ってた。てかこういうのってさ、もう普通にさ、なんか動いてるだけで楽しくなっちゃうからさ、割とずっと見て喋ってられますよね、うん、これめっちゃいい。嘘つきますから。なんかナチュラル、うんうん、あ、ナチュラル系なんですね。あ、もうすっごいナチュラル。なんか色もなんかちょっと半透明みたいな感じで、うんうんうん、あ、眉マスカラ欲しかったんだよね。私 K パレット大好きなんだけど、うんうん、安いし、なんかすごいいいんです。800円とかなのに、かわいい、めっちゃ細いし、色かわいい。これいいね。これラベンダー買いたいと思います。髪の毛暗くしたし。すごい、なんか BTS の人
のキャラクター本当だとコラボしてるんだ。すごい、これも買ってみようかな。ヘビーローテーションのダスティーモーブ11番ですね。これもなんかすごいいけない味がしてほしい。あ、ガムガムってチューイングガムみたいな、なのになんかマシュマロっぽいよなんか、うんうん、これ美味しいからおすすめおすすめお菓子です。3ヶ月ぐらい治んないニキビができたことがあって、その時は綿飴をずっと食べてたから、うん、もうそれだけ怖くて結構抑えた。え、かわいい、かわいいディズニーとかにあるやつ、うんうん、めちゃくちゃ可愛い。写真撮るときに可愛い。確かに。こういうのも可愛いよね。ハロウィン、クリスマスはもう絶対プラザ行く。うん。めちゃくちゃ可愛いものが売ってるから。ね、これさ、ウーブみたいだなって思いませんでした。似てない。でもまあ、ゆうゆうゆうね、なんか似てるなって思う。そわそわするよね。そう、わかるわかる、ね、え、これ持ってる。あ、持ってる。全部持ってます、私持って。好き好き。私ちょっと気になってた、これ気になる。てるてる。あーの、どっちの使用感だったっけな。すごいなんかいいという噂、うん、ちょっと気になってます、うん。あ、でももうこれほぼパンデみたいな感じじゃない。日焼け止めとして使用 OK。 へえ、でも確かに1本でいけちゃいそうな、うんうん、あ、こっちの方が確かにトーンアップって感じ、うんうんうん、あ、夏場とか今のなんかこれからちょっと汗ばむ季節にいいのはこのトーンアップの方ですね。これちょっと気になります。これを買ってみたいと思います。ちょっと流行ったの前だけど気になっていたので使ってみたいと思います。かわいい。思った思った思った。ミルクタッチ？え、思った。え、かわいくない？これめっちゃかわいい。この子あれ？トワイスの子？違うのかな。すごいかわいくない？これめっちゃ思った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 相当思った。こっち行けた。これ可愛くないですか？可愛い、思った。やっぱり思ってる。めっちゃいい。これ買おう。え、でもどの色が、え、やっぱこれだよね。パープル。私も買おうかな。え、ぜひぜひぜひ、似合いますもん。イエーイ、イエーイ。SPF29 なんだ。黄色が、私黄色大好き。すごい綺麗だけど、カラーコントロールっていうあれではないのかな、そこまで。あ、黄色めっちゃ可愛い。お、すごい、めっちゃ黄色綺麗。うんうんうん、黄色そうかな。ベルギーでイエローのカラーです。これ、あ、スムースタイプなんだって、黄色は。なんか違うタイプなのかな、みんな。スムースタイプ。スムースってことは毛穴ちょっと消してくれるみたいな。あ、紫とピンクがツヤタイプなのかな。あ、そうだ、じゃあスムースの方で。毛穴が一番私は気になっているの。マスク買おうかな。私もマスク買おう、ね、いつもさきのちゃんつけてるのは、うん、これマスコード。ずーっと聞いてくれるし、ずーっと言ってる。これ可愛かった。これすごい。芋がピンクですよ。オフ会の時につけようかな。ピンクだし、この色はどこなの。この、うんうんうん、何色のコンビって言うんだろう、これ。でもなんか一応なんか肌とかパーソナルカラーに合わせて決まるんだけど、私は全部気分で選んじゃってます。アッシュブルーのカラーにします。なんか内側がね、なんか和紙みたいな感じになってて、でちょっと色ついてるからファンデとか、なんかリップ相当濃くなければあんま目立たないです。雑貨も本当に可愛い。結構で雑貨買ったりするプラザで。可愛いスキニーリップのディズニーコラボめっちゃ可愛いやつ。ポーチずっと使ってるやつ。なんか結構前に紹介したけど、あのモコモコのポーチ、うんうんうん、ここのだったな。名前いい匂いする。海外のお菓子だ。
何なんだ。めっちゃ可愛いんだけど。ジェンガ？ペッツのジェンガ。可愛くない？すごい、なんか角が丸い。めっちゃペッツのジェンガ可愛い。待って、欲しい。可愛くないですか？可愛い。ジェンガ欲しかったんだよね。買うべきだよね。買うべきだと思うよね。やっぱり。私ペッツのジェンガ買っちゃいますね。ペッツって何？え？キャラ？ペッツって知らないの？わかんない。え、このキャラのことペッツって？違う。あ、まあ、このキャラっていうか、あのお菓子です、お菓子。あ、そこにある、そこにある。あ、待って、ペッツ知らない人いるの？待って、衝撃的。これです、これ。これです、ペッツ。あー。頭を外してさ、お菓子出てくる。あ、なるほどね。理解。あ、理解え、でも、呼んだことない、これを。これを、名前を呼んだことないから。本当ですか、うん、キャラじゃなくて、これの種類ってこと？これがペッツ。え、食べたことありますか、ペッツ。多分。やばい、ペッツ。ペッツ世代ですよ。そんなの、そんなの。ペッツ世代ですよ。有名ですか？超有名。だってこんだけ入って378円だから、何回でも頭が開いたら楽しめますよ。めっちゃ種類あるな。え、結構持ってる、結構持ってる。ペッツ好き。ジェンガを買いたいと思います。いや、ペッツのジェンガなんて絶対さ、これ嬉しいよ。でも多分最初だけこういう風に色全然揃ってんの。すごい好き、私こういうのたまらなく好き。サイコロも入ってる。かわいい、スヌーピー。スヌーピーはママが大好きで。あ、そうなんだ。そう、スヌーピーのものをよく買ってったんです。うーん、かわいい。でもね、こういうなんかの割れないコップ、うんうんうん、すごい大好きで、集めすぎてもう買うなって親に怒られた。確かペットはね、色おつはいいよね。なんかスタバの桜のシリーズのコップが大好きで、毎年集めてるのに毎年ゴンに割られる。危ない。置いとく位置とか悪いとかじゃなくて、あのわざわざこうやってで手を落とすんですよ。あいつは困ってしまう。これなんかプレゼントとかにもいいや。私もプレゼントでもらったんだけど、タオル。なんか洗えば洗うほど良くなるタオルみたいな、ふっくらするタオル。ボンちゃんが好きで、なんかボンちゃんに取られて、今ボンちゃんたち使ってる。これめっちゃいいね。え、かわいい。なんかキャラクターものってなんでこんなにかわいいんだろう。私なんかどんどんあれになってくんだよね。なんかあの、童心に戻ってる気がする。なんか昔ってキャラクターもそんなにハマらなかったのに、今なんかもう大人になったからこそハマってるみたいな、うんうん、なんかもう自由にさ、こう選べる権利じゃないけど、なんか自由に物を買えるようになり、よりにそうなってて、こんな感じでいろいろ選んで、まだもしかしたら出されるかもしれないけど、一旦買ったものをこの後紹介したいと思います。買ってきたものを紹介します。まずね、眉マスカラがすごい豊作だったので買ってきました。これがヘビーローテーションのカラーリングアイブロウの11番ダスティーモーブのカラーです。こういった感じの、うわ、すっごい可愛い色。めちゃくちゃ色可愛いですね。眉っていうよりかはあのマスカラでありそうな色味です。すごい使いやすそう。これも今度使いたいと思います。てか結構ピンクっぽいメイクに最近またハマってるから、あのこういうのを探してたのですごいゲットできてよかったです。眉マスカラで言うと比較したかったのが、この K パレットのニュアンスブローマスカラの06番ホギーラベンダーモーブ。でもおなじみなのはどちらかというとヘビーローテーションの方が、使ったことある方がいるんじゃないかなと思います。色の比較をしたくて、ブラシがねこんなに細いんですよ。こっちにヘビーローテーション塗ったので、もう一個こっち側にチキ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 。そっくりすぎるんだけど。全く一緒じゃない？細いか太いかみたいな問題になって、ちょ待って、会社一緒？ものすっごく似てるんですけど、どちらかというとピンクっぽい方はあの K パレットの方がピンク味は少し強いかなって感じなんですけど、多分眉毛にのせたらほぼ一緒のぐらい超似てます。これ
これピンクミツユのこっちですよね、 K パレットの方かな。次こちらマネージャーさんと一緒にねお揃いで買ったミルクタッチのアイシャドウです。ミルクタッチあんまりアイシャドウのイメージがないんですけど、今回出た3つがすっごい可愛かったです。こちらです。めちゃくちゃ可愛い。これあんまりこう締め色が入ってないようなパレットが最近流行ってますよね。はい、こんな感じでめちゃめちゃ薄付きだった。こういう感じでちょっと白っぽくなってるの分かりますかね。この2つがラメで、ここのカラーがちょっとラメが入ってるマットカラー、ラメなしのマットなのでこういった感じです。え、すっごい自然っていうかすごいナチュラルなカラー、なんならちょっとチークに使えちゃうんじゃないかなってぐらい馴染みのいいピンク系のカラーだったので、ベースカラーとかシェーディングでもいけちゃいそうな、なんかこう締め色っていうか2番目に塗るような色味だったので、結構私はこの真ん中のこの辺のカラーはチークに使いたいなって思います。アイシャドウとしてはちょっと薄すぎるかもしれない。このラメ感はねすごい均一にラメが乗ってすごい可愛いんですけど、アイシャドウとしてはちょっと私的には薄すぎるかなって感じです。薄めのメイク好きな方とかでピンク使いたい方にはすごいぴったりじゃないかなと思います。続いてがこちらです。この話題のブルーのチークですね、サナエクセルシームレストーンブラッシュの SB01 番 C シュア。これブラシがついてるんだけど、こういう感じの斜めカットになっていて、フィットしてこう部分的にスーってこうハイライトとか塗りやすいです。指に取ると結構ほら青みつくの、青感がちゃんと。ここに塗ってみたいと思います。ほらめっちゃわかるよね、青感が出てますよね。つけすぎると顔色悪くなる系のチークだと思います。部分的に使う分にはすごいいいと思う。わかるかな、ちょっとニュアンス変わる感じ。結構私は使えるんじゃないかなと思うんですけど、ブルーミーが似合わない方とかはちょっと難しいぐらい結構発色してくれます、青く。続いてはティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンス SPF30 の PS2 プラスの方を買ってみました。なんか使用感的にこっちの方が私は好きだったんだよね。色味があんまりついてない方だと思います。 SPF30 ってすごいちょうどいいしありがたい数字ですね。こんな感じです。で伸ばすとスーッと伸びてくれて、割とねしっかりと保湿力もあってトーンアップしてくれます。ほら塗ってる方と塗ってない方ですね。でなんかすごいね、伸ばした時のなんか均一感がめちゃくちゃ肌が綺麗に見えるような質感で、なんかね石鹸みたいないい香りします。でちょっとピンクトーンのベージュカラーだから顔色も血色感よく見えていいと思います。これでもすごい話題だったから今更って感じだったけど、やっぱ欲しかったので買ってみました。続いてこちら発売前からかなり話題だったウォン・ジョンヨの、メタルシャワーペンシル01番のドリームハグアイシャドウですね。これがスティックアイシャドウになっていて、こんな感じです。繰り出し式のアイシャドウになってます。こう涙袋にピンポイントで使えるということで今使ってるんですよ。私涙袋ほんと絶壁なのでかなり参考になると思います。笑った時には出るんだけど普通の時は全然出ないです。描いてみるとこの骨のところに描いてみますね。こういった感じです。一番ピンク味のあるトーンを変えました。いや乾くとこれすごいね取れなくってよれない感じでフィットしてくれるので、結構ここら辺にシワが溜まりやすかったりするゾーンじゃないですか。そういう時にも気にならないような感じになってると思います。で続いてがこちら私の大好きなチークですね、エクセルのオーラスティックブラッシュシャイガールというカラーです。あ、チェリッシュベイビーとピーチピーチとこのシャイガール欲しかったので買ってみました。で持ってるカラーは3つになりました。こんな感じで付属のブラシがあるんだけど、このブラシあんまり好きじゃなくて使ってないから、そのねなんかいらないって言ったらあれなんだけど、こういう感じで珍しくて前にブラシがつくタイプになってて、閉めたらブラシになるタイプなんですよ、目の前が。こんな感じでグラデーションカラーがあるんだけど、まあ実質なんか3色ぐらいグラデーションを楽しめるので、そこも好き。これが一番青みっぽいカラーかなと思います。ツヤ感もすごい出るカラーだし、真ん中です、次。次真ん中のところを取ったカラー。はぁ、かわいい。で、一番上を取ったカラー。これこのまんまね、こんな感じで取ってっただけなんだけど、こういった感じで綺麗にグラデーションが作れちゃいます。透け感のあるチークを作ってくれるところがめちゃめちゃ好きです。まあ本当にブラシがそんなに使いにくいっていうところかな。だってこんな広くに使わなくない？しかもまっすぐついちゃうんだよね。結構難しくて。で、割と発色がいいので、結構気をつけながら塗るのがおすすめです。かわいい。
こんな感じのポッとした感じで発色してくれる。で、買ったマスクですね。マスクのカラーを買いました。ブルベにもイエベにも使えるっていうカラーで、ベージュにグレーのカラー買いました。そう、なんかいい匂いって多分言ってたと思うんだけど、甘いいい匂いする。海外のカフェで。一部分だけめちゃくちゃいい匂いするので、ね、プラザで何の匂いですかって聞いたら、このディフューザーですってことを教えてもらって、 FLWR シガードローズっていう香り、あ、もうここから感じる。すごい私の好きな香りで、ローズの香りなんだけど、海外でいうちょっとお菓子とか、あと文房具の消しゴムのイチゴとかのそっち系の香り、わかるかな。それがすごいなんか好きで、好きだったから、私の家はなんか猫がいるからね、あんまり公にね、部屋とかを匂いにつけるっていうよりかは、トイレとか密室とかしか使えないんだけど、まあ、こっからすっごい香りする。お花のね、型がついてます。こういった感じでわかるかな。ね、すごいいい香り。今まだなんかハーリップ2で展示会でいただいたディフューザーがあるから、それがなくなったらこれにしたいと思います。あと、こちら、リリミューのトーンアップカラープライマーのベールイエローを買いました。SPF29 の PA が3プラスの、ツヤタイプもあったんですけど、スムースタイプを買ってみました。凹凸とかを補正してくれて、色ムラとかコントロールカラーですね。こういった感じ。ちょっとツヤがあるね。スムースタイプって言ってたけど。多分、グリーンとパープルがすごい人気だと思うんだけど、私は肌悩み的にイエローを買ってみました。まあ、これは本当使ってみないとわかんないな。ちょっとカラーコントロール的にはちょっと色をなんか頼りにしすぎてると少しちょっと物足りないなと思うんですけど、肌のね、毛穴だったりとかツヤ感だったりとかすごい出てくれるから、そういった部分でもすごくいいと思います。続いて噂の、あ、逆か、これこっちだ。キャンメイクの涙袋プランプクコーデアイズの02番です。涙袋だけ使うときにこれを使うかって言ったらちょっとわかんないんだけど、そんなになんか涙袋命って感じのメイクしてないから、でもちょっと気になったから使ってみようと思ってゲットしてみました。この真ん中のラメがね、すごい可愛いんだよね。こういう感じで、このラメすごい可愛いです。まああとは本当にニュアンスのカラーって感じかな。まあ使ってみたいと思います。あと私の大大大好きなこのサラサラ UV スティック、紫外線予報のですね、これ SPF50 の PA4+ っていう最強なんですけど、石鹸でオフできるし、デリケートの子供の肌とかにも使えるやつで、アルブチンとかコラーゲンとかヒアルロン酸とかも入っていて、これ本当に大好き。もう何個使ったかな、でも去年売られなくて、これだからね、もう売られないのかなと思ってドキドキしてたんだけど、今年日焼け止めコーナーとかに置いてあって、結構ね嬉しかったアイテムですね。めちゃくちゃサラサラで、なんか塗ってるか塗ってないか分かんないぐらいサラサラ、なんか塗った方がサラサラするぐらい、本当に私の推しのスティック、日焼け止めだったらもうこれが本当に一番だから、絶対これを買ってみてほしい。結構スリムなのでバッグの隙間とかにもなんかこう入っちゃうような感じで、ものすごいおすすめです。めっちゃ好きなやつで、同じスティック系だとこれも話題になってたやつで、香り嗅いで好きになっちゃった、アピューのジューシーパン UV スティック、パインアメとのコラボなんだけど、めちゃくちゃ香りがいい匂いだった。てかもうパインアメだった。じゃーん、これも結構細めだけど、さっきのよりかは分厚いかな。いい香り。こんな感じ、黄色なんだけど、多分ね手に塗った感じは、これもすごい軽っ、めちゃくちゃ軽いで、ツヤもそこまで出ないから不自然な感じではないけど、まあある程度ちょっとオイル感というか、まあ塗ってる感はそりゃ出るよねって感じで、塗った肌嗅いだらめっちゃパインアメ、え、すごい、美味しい香りがします。結構これ全身に塗ってたら、割とこいつパインアメだなみたいな思われそう。面白いから持っててもいいと思う。なんかパインアメ塗ってんだって言って嗅がせたりとかしても面白くない？で、最後に絶対欲しいって言ってた、このペッツのジェンガを買ってみました。これさ、もう一目惚れだったの。3080円したんだけど割と高いのかな、ジェンガの値段が分かんないからどうなんだろう。でもさ、これ可愛すぎない？なんか今回の購入品の中で一番なんか記憶に残ってるぐらい可愛いなと思ったんだよね。私これさすがプラザって感じ。プラザこういう可愛いものが売ってるからすごい大好き。あ、箱に入ってるか、なんか袋にまだ入ってるから、こんな感じ、やばくない？これやばい。え、これ可愛すぎない？なんかちょっと角が立ってない、このなんか本当にペッツな形したよな、可愛い。
サイコロもあるし遊びたいと思います。うちんちに来ればこれができるということで、はい、こんな感じでショッピングウィズミープラザバージョンでした。どうだったでしょうか。撮影許可をねいただいて本当に感謝してるんですけど、すっごい楽しかったです。こうコロナであんまりそういう外の撮影っていうのが結構難しくなったりとかしてたので、普通に買いたいものをバンバン買ってみんながね楽しんでもらえたらよかったなって思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。